ス。お次のトップ3は MJ ワトソンフィーチャリングスピードデモン。うん、やった。他の乗り物とかゲームも見ようよ。ある程度やれば景品ブースで何かもらえるって。どっかに書いてたと思ったんだ。スピードデーモンが今も変わらず怖いといいんだけど。みんなバスケやったら気分でしょ。そんなこと言いながらこいつが一番ビビってる。スイスイスピーシュ。ハリーがバスケ好きだったなんて意外。パワー有り余ってるしさ、何でもやるよ。おお、さすが。一個消し。ノックダウンが呼んでるよ。ボールを投げて倒すだけさ。赤ちゃんでも楽勝。ピラミッドは一番安定してるんだよね。試してみる。そういえばノックダウンで20ドル無駄遣いした人いなかったっけ。はい、そうですね。できっこないはずなんだが。またスタンプゲット。私たちの愛試してみる。それじゃ二人はソウルメイト判定してて、僕は一人でモテ男フェロモン出せるか試して。頑張って。ソウルメイトか。プレッシャー。こんな機会当たらないって。同棲しろって判定出るか。中途半端すぎて考えるには早すぎって出るかもね。それもあり。何これ、ありえないよ。これって何を測ってるんだろう。体温とか肌の pH 値かも。そんな高機能のはずない。こっち、次これやろう。また一つコンプ。ゴーカートやる。ハリーの運転で絶対パース。そこのラブラブカップル、まだ見てないとこあるだろう。感じ、ここのメカニック、しかも人助けしてる。助けてくれてありがとう。かなり危なかった。やっぱりここはパスしてジェットコースターに行った方がいいかも。トゥームストーンにミステリオ。この遊園地、構成したヴィランホイホイみたいだ。そうだね。ほら行こう。私たちの思い出巡りはまだ終わってないでしょ。ああ、こっちは行けなさそう。この通路はくっさい。キャッシーが横に落ちて、手に持ってたスマホも飲み込まれて原神がない。ちょっとあいつの顔見た。すごいな、マイルズに見せたいな。テイリー才能ある。色彩理論に精通してそう。身近な感じがするけど、モダンでも大学で習ったことをちょっとは覚えてたんだね。俺マジかよ、あんつついちまってる。お前だって絶対やってる。今夜は真面目な話は抜きって約束だけどさ、これだけは言わせて。お願い MJ。
財団に遊びに来て。リードのオフィスもあるし。なあ、行きたくないわけじゃないの。でもジョナの機嫌取りで本当忙しくって。上司、また。ジョナってジェイムソン、あの陰険な暴言ジョッキーに従わなきゃならないの？クビになりたくなければね。そりゃ息抜き必要だ。バッター飴は？ダメ、食事にうるさいんだ博士がね。甘すぎる。自分で思ってたよりスピードデーモンが恋しかったのかも。クレーンゲームが未だに詐欺かどうかちょっと確かめに行ってくるよ。来る？ああ、僕らもすぐ行く。楽しんでるみたいだね。クレーンゲームのこと？そうじゃなくて財団。人助けをするのが夢だったでしょ。君の本に助けられた人もいるよ。ほんといつもポジティブだね。ネガティブよりいいだろう。ありえない、クレーンゲームの新記録だって。無理ゲー。すみません。どうかした？私、ポップコーン見に行ってくるね。何かいる？キャラメル味食べたい。オッケー。戻れてよかった。なあ、聞いてもいい？いない間にいろいろあったろ。お前は無職になって、 MJ も仕事でトラブル。二人は大丈夫？ああ、もちろん平気だよ。万事順調。それに今は財団もある。世界を変えるんだよ。だな。ごめんね。ねえ、コーンを使うものは売ってないんだって。機械が故障。私が自腹しくて。うん、ハリー、同じ気分。今年ここで誕生日過ごしたい。最後になるかもしれないし。何度でも過ごせる。最高。楽しかったね。残り3個。では、ここ本当昔のままだな。だね、建物は古くなったけど今も刺激的。食べ物も美味しいままかな。匂いは同じ。ピーター、この前ホットドッグで食当たりになったよね。そうだ。
おっと、今度は確認しろ。降りて戻り倒すだけ。人間観察しながらブラブラするのって楽しいよね。こんな風にリラックスできたのなんて本当いつ以来だろう。大昔って感じがする。いっつも何かに邪魔されるしさ。おいリート、お前個人指導詰め込みすぎなんだろう。ああ、そうかもね。二人ともいつもコツコツ頑張ってきただろう。時には立ち止まって休まなきゃ。とか言って自分こそ一命を取り留めた治療が終わった直後に財団を起業したよね。僕はやり直せて本当についてる。だからこそ思いっきり楽しまなきゃ。仕事も遊びも。こっちでも叩ける。隠れファンさんはなんて？ジョナのこと？何にも。私の記事はスルー。あいつが上司とはね。何か殴れるもの探そう。お化け屋敷やってないの？改装中で救われたってやつ。時より狭く感じる。大昔だし。10年前はチケットもっと安かったのに。でも年齢制限で乗れないもの多かったろ。確かに。では観覧車の行列見ろよ。聞いてなかったの？今並んだら一晩中待つことになるよ。また後で来てみよう。MJ が待ってるだろ。コースターに乗ろう。今ダンと兄を見てきた。すみません。いい夜だな。絶好の天気にホットドッグの匂いに笑い声。しかもうっすら星も見えてる。あれは飛行機。いい夜だね。確かに最近外出ないな。僕も戻ったし昔みたいに遊ぼう。3人であれ外そうぜ。ほらなんだハメ。ハメか。ごめん頭がぼやっとしてて。でもあれは絶対星だったね。ハロウィーングループコス？グループコス。ああ、それ最高。ね、それじゃさ、気が早いかもしれないけど、最近スパイダーマンのグッズ多いだろ。コスチュームある？全身タイツならお手頃だね。それだ。お前雇って正解。アイデア斬新。じゃ、待った。これやろう。ねえ、どんな気分？すっごく高い。ああ、イケメンでいる気分はって意味。ピーターでいる気分？
すごくいい気分だよ。もっとこんな風に過ごせたらな。そうだね。いつもは口約束だけど、今日は指切り減満しよう。あ、ほら降りてからね。ここ高すぎだね。指切りはお預け。